ウトドアタイムトトチャンネルの中村です。今回は横須賀の裏側を冒険していきたいと思います。それではレッツトレッキング。始まりました。今回は横須賀裏側を冒険するということで、今回なぜ裏側を冒険しようと思ったきっかけはですね、ぶらり鎌倉シリーズ第2弾の時に視聴者様からのコメントで、先日浦賀周辺をぶらりしてきましたというコメントをいただいて、そこから裏側が気になって調べてみました。そしたら面白そうなところがたくさんあるんですね。 Google マップの航空写真で見ると想像以上に緑が多くて、また海と隣接しているので海と緑を一緒に楽しめそうな素晴らしい街なんだろうなと思いました。なのでいつか冒険してみたいと思っていましたので、今回計画させていただきました。教えていただきありがとうございます。それで今回スタートした場所は京浜急行浦賀駅からスタートしまして、今いるところは東浦賀にあります加納神社というところで安全祈願をさせていただき、その神社の裏手にあります浦賀城址というところにいます。いやー、この浦賀城址からの景色絶景でございます。いや、ただ神社の入り口に飛びに襲われたちょっと事故があったらしいので、うん、すごいめちゃくちゃ飛び飛んでるんですよなのでちょっと警戒しながら今撮っておりますあとですね、今回視聴者様のコメントを参考に浦賀周辺にもいいところがあるらしいので、そちらの方にも行ってみたいと思います。いやー、うん、もう初っ端から浦賀の海と緑を堪能させてもらっております。やっぱ初めて来るところは本当に楽しいですね。うん、あの浦賀駅ももちろん初めてなので、いや本当に今回もドキドキワクワクしてきました。それでは行きます。Thank you.
今ですね、愛宕山公園というところでランチにさせていただきました。今回は愛妻弁当ではなく、この愛宕山公園の少し北側にありますパン市場浜田分店というパン屋で卵サンドとベーコンパンをいただきました。いや、すごい人気なパン屋なんですかね。もう入ったらすごい人がいるのと、あとすごい種類があってすごい迷ったんですけど、その2つが目に留まって、いやこれでしょと思って買わせていただきました。いや卵サンド、いや美味しかったですね。卵とマヨネーズがね、ちゃんとこう融合してて、でパンもね柔らかくてね、うん、1個でしたけど 2,3 個いけちゃうぐらいな美味しさでしたね。それとベーコン、いやーベーコンにあの上に、あれ上にも多分マヨネーズですかね、うん、いやー合いますね、やっぱベーコンとパンっていうのはね。いや、うん、美味しかったです、ごちそうさまです。でそれでこの愛宕山公園から先ほど行った浦賀城址が見えて、でその下には加納神社が見えます。この来る途中にまた加納神社があったんですよ。でちょっとよく見てみると、うん、最初に行ったところは東加納神社っていうらしいです。で次に行ったのは西加納神社。いや知らなかったですねこれ。まあちゃんと調べてないのもあるんですけど、こう行ってこう知るっていうのは、うん、やっぱ面白いですね。でそれとあと奥は房総半島がよく見えますね。それとですね、あとこの公園アジサイが咲いてますね。アジサイといえばちょっと前にですね、開成町のアジサイ開成祭りに行った以来なんで、ここでアジサイに会えるとはちょっと思ってなかったんで、いやこれも嬉しいですね。うん、それではこの後はこの愛宕山公園の南側にあります東明堂海岸というところに行ってみたいと思います。それでは引き続き行ってきます。東明堂海岸というところに行っていました。いやすごい、うん、絶景でしたね。対岸にはねしっかり房総半島が見えてね、あとはすごい人気のスポットなんですかね、すごい人がいてね、今日なんですけど6月の下旬の日曜日なので、まあ人がいてもおかしくないですよね。であとまあ人気なのも重なって、うん、すごい人で賑わってました。いやね、あの東明堂海岸は昔や東大の役目をしてたらしいですね。幕府の命で作られたらしくてね、昔東大の役割をしてたと思うとね、うん、ちょっと歴史を感じられる場所でした。それではこの後はですね、この東明堂海岸のこの真後ろにある千代ヶ崎砲台跡地というところに行ってみたいと思います。それでは引き続き行ってきます。
今ですね、千代ヶ崎砲台跡に行ってきました。いやー、迫力満点でしたね。千代ヶ崎砲台跡は明治時代に東京湾防衛の要塞として日本陸軍が建設した東京湾要塞群の一つらしいです。いやね、本当にでっかい砲座が3つありましたね。直径どれぐらいなんですかね。で、本当はもっと詳しくね見たかったんですよ。時間の都合上ね、ちょっと早く回らせてもらいました。で、見るのもタダで、あとガイドさんもつけるのもタダなんですよ。ガイドさんをつけると40分かかるって言われたんで、いや本当はガイド付きでねゆっくり見たかったんですけど、ちょっと諦めて、ガイド付きだともっとね内部まで見れるらしいんですけど、ちょっと内部はちょっと見れなかったんですけど、それでもね外観を見させてもらって、いやすごい作りで感動しましたね。先ほどの東明堂海岸でも歴史を感じましたけど、千代ヶ崎砲台アットでもね歴史を感じて、なんかすごく勉強になります。それではこの後なんですが、今いるところは先ほど訪れた愛宕山公園の中にいます。で、この愛宕山公園の西側に幕府のお囃子があるらしいので、次はそちらに行ってみたいと思います。今ですね、お囃子に着きました。いやー、すごく気持ちがいい道ですね。今日なんですけど、先ほど言いました通り6月の下旬で、やっと今年の梅雨入りが発表されましたね。発表されたんですけど、その合間の晴れ間ということで、その梅雨の前の日もそうですけど、今日もですけど、いやもう連日もう真夏日ですよね。今日も27、8ぐらい上がったのかな。今でこそね、ちょっと日が陰ってきて、でこのお囃子でこう木陰とこの風が通ってるんで気持ちいいですけど、東明堂海岸とかはもう本当に暑くて、あと今日浦賀城址もそうですけど、愛宕山もそうですけど、あとは千代ヶ崎砲台跡もそう、上りばっかで、でこのお囃子ももうなんなら上りでいや結構足もうパンパンで疲れてますけど、すごくいい疲れでございます。あとこのお囃子、江戸城が焼失した時にこのお囃子から木をね切って運んだという言い伝えもあるらしいので、いやここでもねまた横須賀の歴史を感じられてね、勉強になっております。はい、今蜂に狙われたんで、ちょっと場所を変えて移動しながら話しております。それで今回横須賀の裏側でしたが、横須賀だと最近だと大楠山周辺にある沢山池と虫山池以来ですね。いや横須賀ね、あの時もすごく自然がいっぱいだなって、自然をすごい感じましたけど、今回の回は自然も感じられて、かつ歴史も感じられる回でしたね。いやこう横須賀に訪れれば訪れるほど横須賀もねすごく好きになってきました。で今回視聴者様のコメントで始まった回なんですけど、いやまだまだ横須賀知らないとこがたくさんあると思うんだね。これからもね探していきたいと思います。それではこの後はこのお囃子の南側にあります沼田城址というところに訪れて、 JR 横須賀線久里浜駅に向かって今回の横須賀裏側の回を終了していきたいと思います。